毎度、団長です。本日は園長に代わって、クジラ川動物園のド珍獣トカゲを紹介したいと思います。園長も大好きなトカゲで、それがこちら。え？何もいない？そうですね。実はこのトカゲ、地中生。少し掘り返してみましょう。さあ、どこにいるかな？どこかな？どこかな？お、見つかりましたね。ミミズ？いやいや。これは、メキシコの妖精とも呼ばれる、三つ指アホロテトカゲです。とてもトカゲには見えませんね。どう見てもミミズです。でもよーく見ると、ちびっとした目と前足があるんですよね。この申し訳程度の前足、めちゃくちゃ可愛い。こんなミミズみたいななりしてますが、意外と性格自体は活発。特に土に潜る時の動きは非常にスピーディー。ちょっと潜ってもらおうかな。餌は普通にコオロギなど。夜の間にうろちょろっと餌を求めて顔を出したりしますが、完璧に環境に落ち着いていると、日中でもお腹が空くと餌を求めて土から出てきます。この子はもちろんしっかり慣れているので、餌を用意すれば顔を出してくれますよ。ちなみに、地中性爬虫類にもいろいろタイプがあって、ちょこちょこ顔を出してくれるタイプから、基本的にずーっと潜りっぱなしまで様々。この子は日中はずーっと土に潜っているタイプで、姿を見ることがなかなかできなくて、まあ、飼ってて楽しいか楽しくないかと言われれば、楽しくはないですよね。あ、もう潜っちゃった。では非常に貴重なアホロテトカゲの捕食動画を見てみましょう。穴からちょこっと顔を出しているのが見えますでしょうか？お、出てきましたね。頑張って餌を探しています。頑張れ頑張れ。あ、あ、そっちじゃないよ。あ。そうそうそう、そっちそっち。うん、頑張れ頑張れ。あとちょっと、あとちょっと。それだそれだ。あー。あ、餌を見つけたらパク。ちょっと浅い。あむあむと美味しそうに食べてますね。この辺の動作は普通のトカゲと一緒ですね。虫も殺さないような顔してますが、そこは野生動物。食べるときはしっかり食べます。いい感じに加えたね。巣穴に連れ込んで土の中で落ち着いて食べるのが基本です。ねえ、園長、こういう地中性の生き物は飼ってて何が楽しいの？なんちゅう言い草や。こういうのはですね、遠距離恋愛みたいなもんで、直接姿は見れなくても元気だよって知れるだけで嬉しいもんなんです。あ、この子たちで言うと、置いてた餌がなくなったりとかするとすごい嬉しいですね。慣れたりとかはしないの？いや、それはないですね。やっぱそもそも触れ合う動物ではないので。ただこの動画みたいにリラックスというか、あ、今自分がいる環境は安全だっていう風に油断してくれたりはするようになります。これ油断してるんだ。完全に油断してます。コンビニでカップ麺買ってお湯入れて家に帰るまで我慢できずに帰り見てチュルルルって食べちゃってるぐらいの状態です。まあでもこの子たちはそういう小さな変化、距離感の違いが嬉しくなってきますね。ああ、なるほどね。うん、クロートめけすぎて団長にはわかんないや。まあでも、アホロテトカゲの魅力をわかってくれた人は、チャンネル登録と高評価、ぜひよろしくお願いします。動画を見てくれてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それでは、バイバーイ。バイバーイ。